2019年アルバニア地震は2019年11月26日にアルバニアで発生した地震である。震源の深さは約 20km であった。モーメントマグニチュードは6.24で、これはアルバニアの過去40年の地震では最も強いものだった。主にアルバニア首都のティラナのほか、ベオグラードやターラント 370km 北方のところまで揺れが起こった。 この地震で51人が死亡し3000人以上が負傷した。この地震は2019年に発生した地震の中で最も多くの死者を出した地震である。アルバニアはユーラシアプレートとアドリア海プレートの境界の断層が横切っており一部アフリカプレートが存在している。このようにアルバニア西部には多くの活発なテクトニクスが存在する。この地域は 地震活動が活発で、ここ100年で複数のマグニチュード6以上の地震が発生している。この地域の最近の地震で最も強かったものは2019年の9月21日にマグニチュード5.6の地震である。これはこの地域の過去30年間で最も強い地震だったが、約500時間後にその記録は破られた。この地震は、 アドバンストナショナルサイズミックシステムの記録によるとマグニチュード6.4である。観測された発信機構はこの地域にある症状断層と並行しており NWSE の逆断層と一致している。メルカリ震度階級での最大の震度階級は8であった。12月1日現在では1300回もの余震があり M5.0 超の余震は4回。 M4 から5.0の余震は21回観測されている。最も強い余震は本震の4時間後に起こった M5.4 の地震である。この地震のメルカリ震度階級は成分。ありがとうございます。